いきますよはい、いけそうどうだどうでしょうか、これで。これでいったかないってほしい。あ、いってる、いってる。いってます、はい、うん。あよかったー。どうだすいません、遅くなりました。よかったね。皆さん、お待たせしました。すいません。あ大丈夫ですね。はい。はい、お待たせしました。 えー、こんばんは、皆さん。こんばんは。あれ、ちょっと僕の方がまだつないな。僕の方が映ってます。はい、よかった、よかった。すみません、お待たせしました。はい。こん,んは、ま、レオザ学園放送部長、レオザトです。どうも、副部長の菅原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ちょっと慣れない作業なもので、ちょっとお待たせしてしまって、すみません、皆さん。久々のこっちのレオザ学園 TV での生配信ですね。そうですね、代表戦の時以来ですかね。うん。うん まあちょっと J リーグ開幕したっていうこともあって、うん、急遽ちょっとライブ配信してみようかなっていう思いつくんですど、どうですか、まあ、今日も試合ありましたけど、うんいや。あの2試合以外ってあるっけ、今日って。いや、あれ以外はあのルヴァンカップがありましたね。あそっかそっか、で、あれは、はい、ACL があるから、きついってことになってたやつね。 そう合計10点見れたんだよね、だからすごい得した日みたいなそうですよ、ね。4チームとも複数得点かな。そうです、うんどうでしたなんかちょっと僕、見てたんですけど、うん、ちょっね眠くてあの、ちょっと <laughs> 寝落ちしながら見ちゃった。うん、<laughs> 俺も眠かったのかね、フリューゲルスのことフロンターレって言ってたから、<laughs> もう終わってやろうと思ったんだけどね、はい。どうでした川崎、っき負けちゃいましたねそうだね。 守備崩壊にサポーターから悲鳴的じゃあるけど、うん、守備崩壊したぐらいでね、はい、悲鳴あ上げるっていうのはいいチームだね。<laughs> 他のチームとかだったら、もうさ、日常みたいになってるチームあるからさ、川崎のサポーター恵まれてるね、守備崩壊ぐらい。そうですね、一方でまあ浦和と神戸は、うん、まあ神戸が土壇場で追いつきまして。そう 一人少なくなったからね、あとイニエスタがすごいから追いついたみたいな。はいはいはいあ。秋元が退場してすぐぐらいで、イニエスタが出てきてですよね、うん。そう、イニエスタ投入決まってたんだけど、秋元退場したから、はい。裏側の秋元が退場して、神戸が一人数的優位になったのにイニエスタの投入待ったのよ。うん、10分ぐらい。うん、はい。手間暇なぐらい。さらにギア上げろよって思うじゃん。うん。あの10分早かったら、下手したら逆転してる。うん。いや、あの、最後のあの、サンペールのゴールもゴールじゃないか、シュート。うん。 あの枠に当たって、ね。あれを決めたのが中川だったからね。はいはいはい。そうそう中川のゴールすごかったですね。すごかったね。なんか。てかマリノスみんなすごいな。ああ、個人がですかうん。確かにそうっすね。そう、マリノスの個人の,あの、外国人もそうだし、それ以外の選手も、あのポジショニング以外全部いいみたいな。はいはいはい。 でもポジショニング悪いのは、もうそれぞれに丸投げしてる監督のせいもあるからさ、せい、うん、もあるっていうか、ほとんどそうだし、なんかマリノスが乗ったらもう止められないなっていう感じ、すごいするんですけど、そうそうそう、笠原君がコメント来てるけど、ね、シュワーボの選手も点取ったら、中川みたいに試合再開してるのにあのポーズやったし、<laughs> 見たそのゴール決めたんだけどさ、はい、中川が、はい、もう試合再開してるんだけど、スローインの時にまだゴールパフォーマンスやってる。<laughs> あとえっ、ー、とそうだよ2点目の逆転弾のあ、はい、そにもうあのスローインの時にまだやってて「あれ?」っつって「うん、えこれ別にあの,あの時の映像差し込んだやつじゃないよねっっ <laughs>」中がルーティーン多いから、はい、喜びすぎて絶対やっとくやつ忘れたからもうそのタイミングでやったんだろうなっていう、うん、次のゴールの時もこうやってたから <laughs> これだけは絶対やっとかないと気持ち悪いんだろう いや7ゴールはまあどっちも嬉しいっすよね。あれ、エーベルでしたっけ最初の1点目って。1点目。で、2点目のアシストもエーベル。はい。あのヘディングすごかったっすね。そう。登り坂かわいそうだったぐらいだけどね。うん、そんなに、川崎の、まあ、夫人的な問題あったけど、そこよりも最終的に崩したのは右サイドの優位だから。はいはいはい。 いやちゃんと見てればよかったな、ちょっと眠かったんですよね、今日あは午前中に試合あったじゃないですか、うん、シュアーボンドですけど、そうそうそう、まあそれ帰ってきて、ちょっとあの眠気がありながら見ちゃったんで、マリノス、今のやり方はショートカウントが適してたら、ただね、前からのプレスもね、行く気持ちはあるんだけど、はい、プレスの連動したかけ方とか、マリノス決めてないから、うん、ショートカウンターになればいいんだけど、なるかどうかは、あの運次第みたいな感じなんだよね。うん なるほど。浦和対神戸はどうでした浦和対神戸。え菅原君見たえ、うん、ちょっとですね。あの時は完全寝てましたね。<もう> <laughs> いやもう俺の方は全部生配信で言ったから。<laughs> はい。そう、菅原君の方の感想とそれ付け加える感じでいいよ、これ。えー、でもなんか初瀬がめっちゃクロス上げてたけど、最後のイニエストの1回で決まったなって感じ。<laughs> いやもうそれで、それで OK だと思うよ。そ, <laughs> そう、初瀬がね、 まだ揺さぶりたいのに、上げちゃうんだよ。はいはいはい。そうやはクロスもインスタも上げちゃうなって話になって。<laughs> 上げちゃいけない時は上げちゃうから。<laughs> そうですね。うん、まあでもそれ、そのシワーバーでも同じことありましたっけ、今日。ありました、ね。あ、そうだったっけ。なんかもっと、もっと横パスしたいんだけど、みたいな。うん、ああ。 まあね監督の立場だとそれも言いにくいな、このい場だとな。公 <laughs> 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 に選手批判に似た感じになるのかな、みたいな分かんな神戸でいうと、あとどこだろうな。ああ、最初のあのスローイ,インじゃないや。駅、うん、外したじゃないですか。あはいはい。っていうか、最初、ごちゃごちゃするシュートが多かったね、そのあれ。はいはい、ああ、そうですね。一点目もそそそそうううう。でしたね。あれが入るとと。ちょっと びっくりしましたけど。p k 外すのにその難しいやつ入れるんかいみたいなね、無のね。あ,ーあの、無糖のすごかったですね、ボレーっていうかなんか。うんうん、いや、あれなかなか、なんか最初のなんかトラップで浮かせて、まあ、浮,い浮いたのか浮かしたのか分かんないけど。うん、いや、あれちょっとびっくりしましたね。すごかったね。今日なんかスーパーウォールが多かったですね。そう。あと、あれ ?2 点目はどんどんに、浦和の2点目ってどんなだんったっけ浦和の2点目は、 えっと、脇元のあ、2>, 2点目,2点目あれだ。あの子の、あの、若手の松崎くんだああ、はいはいはい。そう、クン通ってそうな見た目の。はいはい。そう、左利きで生態得意で、みたいな。うん,う,んうん、うん、うん。でも、また裏はあれ始めたね。あの、キーパーの脇に人を置いてやるやつ。また裏。スリーバックとキーパーかぶってるみたいなさ。はいはいはい。そうそう。あれ、うまくいったの一回も見たことないから。<laughs> で、今回もさ、やって失敗してなんかね。うん。 あ、コーナーそらしたやつか。あ、そうだ、松崎のは決まんなかったのか。あ、ニアで一人すらして。して、最後はあれだ、柴田が決めたやつだ。あ、そうだ、ヘディングのやつだ。うん、はいはいはい。あれ、有効的ですよね、うん、ニアですらすやつ。上げちゃいけないときにクロス、どっかにいましたね、そんな選手、シティ確 <laughs> <laughs> かに、どっちの選手も、やっぱ上げちゃいけないときに上げる選手、性欲強いっていう共通点がある。<laughs> 早まっちゃうんですかねうん。あとは、なんだろうな、まあ結構ちょっと裏技サポーターはなんか可わいそうなというか。うん。ロドリゲス監督が試合後1 2になってから5、4、1じゃなく4、3、2のオプションあったってちょっと後悔したみたいです。ああ、でもそこのオプションよりも、あのー、一番キック精度が高いイニエスタを不倫させてたことの方が問題かなと思いますけどね。はいはいはい、そうですね、クロスの場合もそうでしたね。そうそうそう、フォーメーションが何だろうがイニエスタを不倫させてたらさ。 イニエスタ以外のクロス合わないんだから、うん。いや、あのボールの質っていうか、なんかあの、ちょうどいいとこに落ちてくるボールっていうか、うん、なんかイニエスタの蹴り方で、あんなになんか伸びる感じでもないんだけど、なんかすごいボール蹴るんだよな、イニエスタあと逆に他の選手はよくないだと思うよね、毎日、同じだけ練習してるわけじゃない。イニエスタだけずば抜けて練習してるわけじゃないじゃ、うん。やっぱ才能とかそういうのあんだろうな。 なんか、すごいですね。キックの質がもう全然違うなっていうか、その一発で決めるっていうのはすごいっすよね。フルスだけどこう、がっちりマキの喜んじゃって、すぐやめた感じが面白かった。なんか、思いっきりジャンプして、そのままやべえと思って倒れたみたいな感じでしたよね。そうそうそう。やばいと思ってから、それがちょっと跳躍力に出て引っかかっちゃった感じがあって。はいはいはい。いや、でもまあ、喜んじゃいますよね、あのシーンだっら。いや、あれは、あの決め方がね、また。うん。あとなんかあれだよね。裏サポーターが、あれ、あれなの 声出さなない応援なのあれそうなんだやっぱ俺も、ね、なんかちょっとまあ、うん、音声カットしてるから分かんなくてさはい、はい、なんかツイッターとかではその結構ブーイングとかあのまあ武藤の最初の PK のシーンもそうですけどブーイングとかすごい聞こえてきたし、うん、なんかそれでちょっとこうどうなんだみたいな、うん、で、まあ、それも含めてですけどあの鈴木啓太選手が、うん、選手じゃないか引退した鈴木啓太 OB うん、ですけど、まあちょっとツイッターとかで、か今日のはちょっと良くないよみたいなコメントしてて。で、それにブーイングして。ブーイングして。<laughs> <laughs> まあちょっと、ま,あ、またなんかルール,ル,ル違反っていうか、マナー違反っていうか。これ、こういうのってさ、<laughs> 海外だとスタジアム使用禁止とかになるじゃん。なりますね。なんないの日本って。うん、どうなんですかね。それやったら一発じゃないだって。うん。やればいいのね。 なんかこれがちょっと大丈夫だからやっちゃうわけでしょ。うん、だからこれが大ごとになるのかちょっとよく分かんないですけど。そう,うん、うんね。めっちゃなんか主張問題になってる、まあな、こういう問題起きるのよ、いろんなクラブであんのかね、よこんな感じのやつって裏側が多い感じするよね、いつも。そうですね。あの、あれ、仕切りのところにさ飛び切りしたりとかしたじゃん、前も。 はいはいはい。かわいそうだよね。いいサポーターもい,い,のにそうい,ういるのにさ、そういう人たちのせいでさ、うん、裏はサポーターって言われるのね。そうですね。まあ、日本で一番熱いサポーターうん。あの間違いないと思うんで、まあ、昔からそうですけど。いやー、熱いって言ったら、ね、他の人たちも熱い人いるだろうからね、こういうので熱いって捉えるのは、うん、俺はちょっとかわいそうだと思う。ーーえなんかでもまあ、ちょっと特別じゃないですか。裏のサポーターは一目置かれるというか、うん、いい意味でこう日本っぽくないというか。いや、俺、悪い意味で日本っぽくないと思うな、これは。<laughs> うん。 そうですね。まあそ,そうちゃんと守ってる人たちが熱くないみたいになっちゃうから、こういうのは俺は、うんうん、最低な行為だと思う。そうですね。まあい,いでも、あんじゃないからね。うん、いい人もいるから、そういう人によって、あの、何ちゃんとマナー守って応援してる人が裏あさぽって言われちゃうのがかわいそうだなと。うん。そうですね。まあうちのうそういう人ほど、はいはい、そういうマナー悪い人のところ注意したいとかできないでしょ、怖いし。うんで。今だってね、あの、コロナ禍でマスクつけなかったとか、そういうのってさ、揉めてさ、障害とか、 あの普通に監視普通になりましたみたいなニュースとかもあるからさ。うん、そう。そういうのはね、クラブが対処しないといけない問題だし、J リーグで対処しないと、サポーター同士では何もできないわけだから、うん、はいはい。そうだから、普通にスタジアム使用禁止しますよとかして、クラブがそういうことをやった人に対して、うん、だって試合中にそんなやった人割り出せるじゃん、ちゃんと警備員とかいたら。はいはい。で、それ外出すとかやらないとだめだと思うの。うん 結構なんか海外でも、やっぱ物投げたりとかして、うん。選手、ケガさせたりとか、試合が中断だったりとかするじゃないですか。そうそうそう。うん。まあそこまで言ってないですけどね。だから、最悪多分そういうパターンもあるかなと思うんで。うん。うん、そういうので、ちゃんと法を作っていかないとダメだと思う。うん。裏はリーグ初優勝してからいきなりサポーが増えた気がします。ああ。そうなんで。サポーター、半分くらいやって、それは相当多いね。 はいはいはい、そっか、そうですよね。もっといますもんね、普段は。うんは。うん、それこそね、シュアボウ、裏サポーターの選手多いからさ。はいはいはい結構あの。自分たちのチームのこと言うのもあれだけど、マ、ま、ナいい選手が多いから、そんなイメージが全然ないんだよね、俺の周りだと。うん、そうですね。それが会場でそういうことやっててね、それでちゃんとやしてる人たちに迷惑かけたりとか、裏っていうチームに迷惑かけたりとか、いろいろあるだろうから。うん、イエスタの、うん えーとボールに強かったのはもちろんなんですけど、あのクロスに石川が飛び出していくのは、いくのに期待するのは国ですかねってい,うてすいや、国だと思うね。あの、ファーガーの牧野が焦ったやつでしょはいはい。うん。牧野、でもあれでしたね。一番最後、挨拶して、うん。立ってましたね。うん、そう。うん。あ、裏の差別の件あがたったな。 そういうのもね、うわ、なんてことって思ってる人たちは怖くて、何も言えないからね、うん。皆さん、コメントありがとうございます。いや今日はちょっと、まあ、雑談会なので、ふ、うんまあ、普段レオザフットボール TV では聞けないような、うん、ちょっとサッカーとずれてないかみたいな質問まで、サッカーとずれてないかって話も、レオザフットボール TV で結構しちゃうからな。してますけどね。うん なんかこの機会に皆さん、なんか聞きたいことあったらコメントください。なんでも、冷蔵学園のことでも構いませんし、手話部とかでも全然構わないよね。ライフハック的なことでもね。そうですね、ライフハック。ライフハックも、いや、難しいですよね。コメントに答えるのも、うん、最近やっぱその、この放送部の収録があるじゃないですか。うん、で、やっぱ情報を扱う、 トークなので、うん、情報の正確性ってところでちょっと僕かなり間違ったこと言ってるなとか,、うん、なんか昔の話とかあちょっとあの間違ったこと言っちゃったなみたいな感じのが多くて、うん、すごい難しい仕事じゃないですけどね役割だなっていうのは感じてるんですけどさん大変じゃないですか普段いやもうかまあ生配信でだから曖昧にしゃべる確かこうだった気もするけど違ったらごめんっつってああ 検索して分かることで怒ってくんじゃねえって思うともあるし、あ<ー> <laughs> そうそうそ,うだからそういうあいつはダメだみたいな怒ってて違う人が言ってるのが恥ずかしいけど、はい、確かにやったのこれかこれだよなとか、うん、なんか、まあ、ものによるから絶対間違っちゃいけないところと間違ってもいいところみたいな。はいお。結構すげえコメント来てる。うん、ありがたい。なんかリオさん、気になるコメントありますんああ、じゃあ、菅原君の初恋は 初恋話あ恋愛恋愛話僕の恋愛話ですか僕の、りょうさんじゃあ初恋いつですかこれ初恋幼稚園だね。ああ、俺も幼稚園かな。幼稚園でペアの女の子と手つないで帰るときに、はいあの、その子の隣に並んでたと思ってた男の子と俺で俺がこの子と手つなぐんだっ,つって二人を引っ張ったのを今思い出して。ああ。 それえ、好きだったんですかねそうそうそう、性欲があったよ。性欲があったんですかうん、そうそうそう。手ごめにしてやろうと思ってたから。<laughs> 僕は、僕も幼稚園からなんか、チョコをもらったんですよ、バレンタインに。はいはい。それこそこのシーズン、この間バレンタインで,すでしたけど、うん、バレンタインチョコをもらって、なんかちょっとこう、うん、なんだこれはみたいな気持ちでしたかね。うん、これがチョコかと。はい。この甘い。 甘いあのメリケンの柏っていうやつ。メリケンの柏手はあもうござるっていうやつそれが初恋かな。だから本当になんかまあ恋愛みたいなのしたのは、うん、小学校中小学校でもどうなんだろうな。小学校でいう恋愛って恋愛じゃないじゃないですか。そうだそうなのかね。今まあで,でも今での小学生どうなんだろう、ね でもまあ、そうだね。大人になってからとは全然違うよね。そうですよね。なんで、まあ、初恋、まあ、中学校ぐらいですかね。うん。なんか、ずっとあの好きな人に手振ってましたね、僕は。あ、本当はい。あの、付き合うとかじゃなくて、好きな子になんか、すれ違うために手を振るっていう。うん、へえ、小学、何ですよ、それ。 いや、それ中学校2、3年です、ね。中学校2、3年で好きな子にずっと手打ってんの 1>, ?1 年生かなもんか。<laughs> もうもうなかなかあれじゃないもう恥ずかしさとかいろいろ、思春期に入る直前ぐらいじゃないそれ。そうですね。なんか、今思うとやっぱ恥ずかしいですけど。うん、俺はあれだけ、んうん。はい。いやいや、ごめんごめん、はじき。仲良くなって、<laughs> うん、あのただ手を振るっていうか、おうみたいな挨拶しまくる、えー、ありましたね。意外だなの。意外というか、すごいね。なんか 純朴なあの菅原少年の映像が浮かぶねでその子をまあ中1の頃好きだったんですよ、うん、で中3の頃にもう一回好きになっちゃって、うん、卒業の時だったんですね、うん、でその時に、まあ、卒業シーズンってちょうど、まあ、バレンタインがまあ今の時期ですけどあるじゃないですか、うん、で僕の、まあ、仲いいっていうかその男の子のことが好きで、うん でその子にチョコをあげたいからちょっと段取り組んでくんないみたいなた、ね、相談してる現場に僕もいて、うん、ちょっと複雑なんですよねいやーそうだねちょっと複雑ところが結構ショックだけどな俺だったらでちょっとあの本当ににんか受験の時のちょっと心細い感じもあってメンタルがこうまあお戦地な感じだったんですよ、うん、でなんか当時あの自転車で通ってて、うん、ですごいあの失恋 の曲を聞きながら泣きんかちょっと青春みたいな感じですけど。俺、これ手振ってた間、うちの近くにあの高速道路の車走るところを渡る橋みたいなのが分かる。こうってく、はい、あの橋の真ん中で下通る車にずっと手振ってたことある。手振ってたのホルダーに入ってる話はこれだけだな。<laughs> そんな。 な,あったなあ、初恋のアンケート。はいはいはいええと。状況予定なんですが、板橋区って治安や利便性どうですか板橋区って池袋のあたりどのあたり板橋区は、まあ、池袋、まあ、豊島区の隣ですかね。ああ、そんな国によって変わる新立区治安悪いとか聞くけど、ね、板橋区は別に。 あまあ、板橋区は別に治安いいと思いますよ、どっちかというと。うん、ただ、駅にもよるんで、板橋区でいうと、何線だろうな。だから埼京線とかの板橋とか、あの辺りだったらまあいいんじゃないですかね。でもあれだよね、上京する前ってさ、何区はどうなんだろうとか、この辺はどうとか、この駅はとか思ってるけどさ、はい、来て1年ぐらい経つと、全部そんな変わんないよね。そうですね。なんか最初のイメージ通りなのかもしれないですね、意外と。 だって新宿って欲望渦巻く街だって思ったけどさ、はい、ほんと一部のとこだけじゃん。はいはいはい。で、そこも全然行かないで生活できるじゃん、新宿とかのやつ。そうですね。うん。有吉さん、最初に住んだとこどこでしたええー、品川大井町。あそうなんですね。そう、NSC が近いから。へえ<ー>。あエスパルクあれ板橋か。シュワボのよく使う練習場の。あそうだ、西台。西台とか。そうそうそう。はいはいはい。 あの辺はまあ団地とかそのマンションとかいっぱい建ってるんで、本当に住宅街って感じですかね。うんうん、カラオケのお箱何、菅原君。ああれだ、ラドウィンプスだ。<laughs> 前ラドウィンプスの話してたよね。<laughs> ラッドウィンプスはそのずっと好きだったんですよ、学生時代。うん、それこそさっきあの失恋した歌とか、うん、あの泣きながら聴、まあ、いて帰ったのはラッドの曲なんですけど。ああそうなんだ はい、ただ、あれちょっと歌えないんで難しくて。うん、なんでカラオケの箱なんだろうな。あれ、全然前世ってラドニュースあ、そうです、そうです。え、レオさん何ですか俺はね、え、ちょっと全然ちょ思い、ちょっと思い出せないから許してね。<laughs> <laughs> ちょっと全然思い出せないから。<laughs> サウダージうんあ。あ、そうそう、サウダージ。サウダージえあ、よくわかったね。 いやポルノグラフィティテ俺も結構好きですよ <laughs> サウダージとそうだよサウ,トっていうかサウダージい,いかなだって俺あれ、はい、昔さ生配信で言ってましたね、はい、あのコロッケさんいるじゃん。はいはいはい。モノマネ芸人のコロッケさんが飲んでるところにジョイマンのなんだこいつの人の方に連れてかれてつな<ー>がりで。はい、でコロッケさんとかコージ富田さんとかがもうモノマネし合いながらカラオケしてんだよ。 えそ、ー、そそれ最高ですねそうそうだからもう普通にただのお客さんよねだからお茶。お酒ついたりとかして。はいはいはい。だから、そのお、お若いのみたいな。はい。君歌えなって言われて。はい。歌えるわけないじゃん、そんな19、20歳の男の子がさ。はいはいはい。このマ芸人の中入って売れてない漫才師がさ。はい。いや、いいですいいです。いや、こういうの歌った方がいいんだよって言われてさ。はい。待されてさ、それでサウダージ入れて歌ってさ。はい。で、終わった後にコロッケさんに、はい。サウダージって言われた。 <laughs> <laughs> あなんか聞いたことあるなそのエピソード。サウダージュって言われて終わり。<laughs> サウダージュ難しくないですか <laughs> あそうなんか <laughs> 声質で歌いやすい人と歌いにくい人いるよね。あなんかサウダージュ A メロかな B メロぐらいのとこも、うん、結構早口になるじゃないですか。あわかる。なんだっけあの最初の「嘘をつくぐらいなら」のとこから。そうそう 何も話しててくれな,くてくなって言われても <laughs> あそこのこう音符に乗せるのが難しいっす、ね、ああ俺それよりもあそこの方がやだな。<laughs> くくり返されるあ<ー>ってああそこのふ,ふわりというかあのメロディー感嫌いなんだよ。はい、あそこだけ好きじゃねえなと思って。はいはいはい、ああありますね。あとなんだろう。あの結構ミッシュルで言うと何ですかミッシュル。俺ミッシュルは名もなき歌ぐらいしかあれだな。あ名もなき歌いいかああ。あのあれ あの友達の女寝とっちゃった歌。歌 <laughs> えそんな曲ありましたえっと。Nobody knows i n n o c e n t World.Innocent World. あれえっと。つあれメロディー出てくるのにな。歌詞歌詞になったのでしたっけ。これ歌詞タイトル。<could> あ、Nobody? え 何だっけののあンヒロ出てこない。まあ誰かコメントしてくれてるらしいな。<laughs> ト o m o r ー o ー n ーーだ。あとト o m o r ー o ー n e v だ。そう。ノ o d y k ー o w てて s エンジョインがでてきたて。enjoy ができた。音楽がなり続けるエョインら、e n j ん y i n g 心が出てこ世代ですかね、我々。あれ友達同士歌ったとき誰がどこ歌うかとかではい、はい。あとは、セシ,セシアミーゴとかですよね。 あかなあーはい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 はーはい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 はっはい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 らいは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 いサウダいがはい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 のいは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 いがいは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 いいはいいいは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 いいいは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 い はいはい、下くしてるだけじゃん。うん、っていうのでも全然見なかったわ。<laughs> そんな,なんかくしてるだけじゃんっていう。<laughs> まあそうですね。あっ、ケツは好きだわ。ケツメの俺、桜大好き。まあ、<laughs> 桜。ケツメの桜にあ。桜も歌うね、よくね。あのミュージックビデオにあの僕、うん、鈴木えみがすごい好きなんですよ、モデルの。あれが大好きですね。うん ケツのポリスとか聞いてたな。ケツのポリス聞いてる。大体ね、なんか名所みたいなところで写真撮ってるやつね。はいはいはい。<laughs> 他なんかあるかな、うん、心躍る。はいはいはい。何の曲か分からなすぎる、いいね、ティネメ,メーションゲッ <laughs>、はい、キンキキッ k だと俺も愛の塊ばっか歌ってて俺。キンキキッズは、えっと、なんだっけタイトル出てこないな、こういう時。<laughs> あれじゃない、あのー、 愛されるより愛したいじゃない。あ、そうですねあいあ,あれ全部抱きしめてるはいはいはいあれ途中早くなると大変だよね,あのね吉田さんの皆さうからそうお酒回ってるともう歌えなくなっちゃいますねうん、はい、キンキッズだと俺あれが好きなんだよあのあれ犬のドラマのやつ照れてる時髪かき上げるってやつえ、なんですかそれずっと君と生きてく 僕の背中には羽があるあちょっとタイトルだけ知ってるかも。ガラスの少年あ<っ>俺、オレンジレンジをさ久々に聞いたっていうか最近なのかな、オレンジレンジのこのメジャーやめた後の曲聞いたことある。オレンジレンジは結構俺好きですよ。でも最近の曲はあんまり全然曲調違うのね。 そう、ね、だから、あれ、どっちが本当にやりたかったことかわかんないけど。はい。やっぱり、こう、売れる夜歌と、そうじゃないやつってあるんだな、みたいな思ったんだよ。なんか、オレンジレンジも大変でしたよね、いろいろと。そうそうそう。なんか、盗作疑惑みたいなのあって。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ちょっと、メロディーが、なんか、海外の、そういう。なんていうんですかね。似てるのがあって、<あ>それで、こう、いろいろ言われたりとかして。ヒルクライムもあったなそれ。ああ、そうなんですね。うん。いや、オレンジレンジとか、めっちゃ聞いてました。あの、なんだっけ、ラブパレードとか歌いますもん、カラオケ行ったら。 あどんな歌ラブパレードは、えっと、ちょっと熱唱して。熱唱できる感じの、なんかそのバラードだから、あんまりこう、なんて言うんだろうな、ちょっと恥ずかしいですね。あのあスマップのオレンジ、俺大好きだったわ。ああ、そっちのオレンジか。うん。バはい、はい、ンダナルといえばのペースの。 傷口がえぐられるだろう。会いたいよと会いた声が怒るで響いている。<laughs> 懐かしい。懐かしいっていうか、こういうのありましたよね,昔たね、うん、昔は。あのさしかわかんない話、そうですね。うん。いや、ちょっとカラオケの話になっちゃったから、なんか他に聞きたいことあればも,もしや。<うん S 1> <laughs> カラオケの話いいね。いや、彼は自分で曲作るようになったから、 はい、あのカラオケ行くのが恥ずかしくなっちゃって売れてもねえのに人の歌歌いやがってちょっと思っちゃうからそうですねいいんだけどね全然いいんだけどなんかあれ悔しくて、はい、あれ <laughs> マイクを握る手に力が入ってしまうあの、うん、例えばその会社の上司とかとカラオケ行くこともあると思うんですよ うん、僕も経験あるんですけど、うん、そういういい時何歌います会社の上司の時は、はい、まは、人によるけど、やっぱあ,のあれな、その人にとっては夏村だけど、俺らにとってはもう生まれる前みたいなあのそれこそ、純連歌とか、あの長渕の方の。はい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 。順連歌とか、あとは、ロードとか。はいはい。そうだね、だから、あ、あとあれ、米米クラブのシェイクヒップは盛り上がるわ。うん。合わせに行きますよね、やっぱりその、分かるそ合わせに行く。 上司が好きそうでも上司も合わせてくれてるだろうしって思うよね。ああ、そうですね。俺、あの、まあ、粉雪とか、あと、なんかあの、美空ひばりが結構好きで、うん。あの、愛さん,さんとか歌いますね。美空ひばりだと、あれ知ってるあの、あれ、真夏の太陽だっけの曲があるんですかうん。俺最近ずっと聴いてるんであれ、なんだっけあれ、<laughs> どんなメロディー忘れちゃった なんか恵みの人が出てくるななんかね、あ,のはい、ああいうなんかちょっとラテンの匂い感じさせる歌好きなんで、あの松任谷由実の「最後はもうたもれはもれ」みたいな歌してる。えー、わかんないですね。とかあとシーナリンゴの「天井天下さんが花火花」あ<ー>なんかあの夏の暑さと女の色気みたいな歌好きなんで。はいはいはい、ちょっと、うんまあ、ラ,ラテン気っていうか。そう,そうそう。うん そうだね、あとあれが好きだわ山口百恵のプレイバックパート 2, 2> プレイバックですかうん緑色の表ってやつあ,<ー>あれねあの昔の映像とか YouTube 出てくるけど超かっこいいんだよはいはいってすげえ色気あるのあの、はい、石原さとみをもっと大人にしたみたいな感じ、うん、あま 真夏の曲はに。っ<夢>に燃えただ<あ>。はいはい、それか。これめちゃくちゃかっこいいよ。よ普通に、美空ひばりさんこんなポップスダウンだみたいな。あ、これって美空ひばりの曲なんですね。んも知らねえな、うん、俺。へえー。勉強になるな。ちょっと YouTube で後で見ます。なんか全然世代じゃない歌がね、むしろ電子音とかがなくて心地いいみたいな。 うん、俺もう最終的にはだってあのさ、戦時中のあの赤いリンゴにってやつじゃあれあれ聞いてたもんねこの間朝出かけると <laughs> ね。戦後終戦期の高度成長の日本ではみたいな。<laughs> <laughs> 中揚さんみたいな。おもろ。いやー。 上司の方によるともう完全に焦るか多少知ってればいいのか全く知らなくてもいいのかなんかその上司の,か上司の人は基本的にその自分が好きな曲歌えないよって言ってくれるんですけどうんただでもそういうわけにもいかないのでなんかあれそのカラオケでのライフハック的なのあるんです俺会社入ったことないからさ菅原君そっちの方が菅原君の方がいいやだから僕は本当になんか歌謡曲を歌う感じになっちゃいますよね あとはなんかそのガンダムのテーマソングとか。燃え上がれーだ、うん。そっちをやっともう爆笑、め,めっちゃ爆,爆上がりしますね、みんな。うんうん、だ結構僕そんな知らないんで、ちょっとそこは羨ましいなと思いますね。はいはいはい。僕らの世代はやっぱデジモンの曲とか入れるじゃないですか、バタフライとか。うん、あれ歌った時は間違いないってあるんですけど。あ、そうなんだ。そうなんですよ。まあ、モンパチとか バタフライとか、ね。マ、うん、ンパチね。ですね。え、バタフライは、コーダ組の方、どっちえ、えっと、オリジナルの方ですね。え、バタフライって曲、いろいろあるじゃん。あの、木村、あれ木村海人ああ、あれですよ、なんか、なんだっけ、ご機嫌な蝶になってでしたっけあれ、<え>バタフライで曲合ってるよな。コーダ組のバタフライは、あれ、どんだけコーダ組のバタフライ、今出てこないっす。コーダ組のバタフライ、どんなんだったっけ <laughs> ちょっと歌ってあもっともっと輝ける <laughs> ババーっフライカあの時期の高田区が一番いいんだよなんか毎月シングル出してませんでしたっけ <laughs> そうそう,そう俺あのサムで好きなんだよああはいはいはいそうある私の花を買いと言うガッシュのかさぶたねガッシュ好きだったなあ夜遊びか今夜遊びはず俺夜遊びはもうあの 聞いて移動してるから、俺選手のホメーション決めるときに鼻歌で歌ってたときあったもんあ、夜遊び聞くんですね。それ同じことそん時いた葛津に言われた。<laughs> <laughs> れ何聞くんですか、夜遊びで。あ、夜こけです。で、あのマグネット貼ってたら、はいはい、<laughs> そうそう夜遊び聞くんですね。いや、夜遊びもいいっすよね。ね小説がテーマなんで無限にできるじゃないですか。あ、そうなんだ。そうなんですよ。楽曲がその小説をテーマに作ってるんで。 えー、小説の数だけその曲が作れるじゃないですか。で、あの、なんだっけな、夜にかけるも原作が、なんかタト、うん、タナトスからの誘惑っていう原作があって、その話がなんかその、死神になんか誘われ、誘惑されるみたいな話なんですけど、うん、それをまあ歌詞に落とし込んで、だからあの、いい映画見た後とって、その映画テーマにね、歌詞書きたくなるってあるから、俺、俺だから、大体、 あの歌詞は実体験が好きな映画から撮ってるからさ、うん、それの小説バージョンの俺の友達あれだけどねなんかあのよく人がやるショーでなんかアニメのテーマソングを自分が作ったらっていうので歌詞書くのって結構あるあるなんだってへえ<ー>で俺の友達は昔あのコンビニティションバイトしてた作曲家の子なんだけど、はい、もうアニメから作りたいっつって。 はいはい、友達のアニメーターに頼んで、アニメの,なんかその自分が原作考えたアニメを言って、はいで、それのアニメできたらそれのテーマソング作るって言ってて、えー、アニメできねえから全然曲作れなかった。そ,いつ <laughs> それはそうだろっていう。<laughs> あそうなんですね。あるあるらしいよ、その,なんかの元のテーマソングでやるみたいな。はい、そうなんだ。 作詞もサンプリングってありますよねあの、あの曲のここから歌詞取ったみたいなのあるよね、そ,のそこへのアンサーソングにしたりとか、うん。はいはいはい。ナルトやアイシールド21は世代ですか。ナルト、まあ、もちろん世代ですね。いや俺、もう世代じゃないし、普通に見てないなあれはワンピースも見てないですよね。そう、ワンピース見てない。ワンピースはね、頑張ってごあの、ウソップ出てくるぐらいまで見たんだけど、はいあの、カイジと一緒に読んじゃったから、全然信じられなかった、<laughs> 人を信じる気持ちを。<laughs> ポケモンはあれだね、うん、一番最初のあの、ビカチュウ、カイリュウやとランピジョンだね。はい。え、ポケモンでいうと何,何ですかあのゲームでいうと、どこですか最初ですかンンえ、あ、普通にあの、レッドグリーンのやつよ。おえっと、そうですね、最初のやつかそう。ワッタースキッチンは俺の、あれは自分のコンビ時代のことを、芸人時代のコンビのことを、あの、 そういうレストランに例えて歌ったやつ。ああ、そうなんですねそうそう。あれはトラックがうまくいったの初めてサンプリングで作って。すげえ、めちゃくちゃ脱線しましたね、本当に。<laughs> なんかライフハー的な感じになっちゃった。俺、尊敬してる、あの、自分の税理士さんとか紹介してくれたさ、マッチョなおじいさんがいるんだけど。はい。なんか本当あの三軒茶屋でよく飲んでる、あの鍋さんっていうおじさんなんだけど。 はい、そうメガネで白髪のロン毛でマッチョだと、はははいはい、はい、でそれであのうんまあうちの夫婦のことをさなんかこう、はい、三茶の行きつけのカラオケバーとかに連れてってくれてるんだけどさその人のおはこが It's my l i なのポンチョビドゥ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 ンドゥンって,って <laughs> デスラソンって歌い出すんだけどはい、だからあれ流れるとね 日本中が中山やまきん君頭に出てくると思うんだけどそうですね泣、はい、くりくさい時あの時ナベさん出てきてうどんに圭子のそばかすじゃないですかああいいね大嫌いなあのそれで言うと僕はオーバードライブが好きかなあオーバードライブちょっと懐かしいぞ響きがオーバードライブか散歩道 はいはい、好きですね。あ,あと、デフテックの「マイ・ウェイ」も好きだったな。俺、デフテックの「マイ・ウェイ」、中学校の文化祭で歌いましたよ。えー、そんな、なんかあれだね、<あ>それじゃなな。んか、うん、当時、デフテックの「マイ・ウェイが」が、まあ、売れてて、うんで、デフテックのセカンドアルバムかなんかに入ってるオープニング、まあ、1曲目の「パワー・イン・ダミュージック」って曲があるんですよ。うんうん、それをそのデフテック好きな サッカー部の友達がいて、幼なじみなんですけど、そいつにか一緒に歌うぞって言われて、いや、嫌だよって。どっちよパワーインダーミュージックの方そうパワーインダーミュージックを歌うって言われて、で、僕は断ったんですけど、勝手になんかその、なんていうんですか、出演票みたいな出されて、で、なんか高学年の先輩たちいる前で、僕中1だったんですけど、パワーインダーミュージック歌って。 で、なんかその、全部、一曲丸々はやんないんですよ。うん。途中でなんか2分半とか、リミットがあって、2>, うん、で2分半ちょうどのときに、なんか感想の、喧嘩するとこがあるんですよ。うん。なんかどうして僕ら分かり合えないんだみたいなセリフがある,<え>あるんですけど。どんなところあるんだあるんですよ。なんかその、えー、なんかちょっと、なんか人種のいろいろこう、そういうことてて。あはい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 。だって。メッセージ性強いセリフパートがあるんだね。そうなんですよで。そこで終わるっていう。でそこから、なんかそこで。 そこで終わったんですよ。そこで、そこで一回ちょっと喧嘩して、なんかその、うん僕、僕らのなんかその意味とか、なんかそういうなんか。うん、歌戻んないと、本当の喧嘩だと思われい理解し合う気持ちとか、そういうリスペクトを込めようぜみたいなとこで盛り上がるとこなんですけど、そこの手前で終わるっていう。え、それは時間切れってことこれ、ね、時間切れってなっちゃって。むちゃくちゃっちゃん、それ。思 <laughs> 想強い終わり方しちゃった <laughs> そうなんですよ。<laughs> それおもろいね。なんか、ちょっと聞いてほしいんですけど、皆さん、パワーインダーミュージック、アンダースタンディングって曲があるんですけど。やばい、それ知ってたらもっと笑えるんだろう知らなくても、なんかこう、想像で笑ってるけど、はい。で、なんか、歌でこう、掛け合ってんじゃないんでしょ、こう、ラップ。そうなんかちょっとラップっていうか、ちょっと早口で、なんか、ののしり合いみたいな感じで、やるんですけど、それをやる。う必要なんかないんだってなことを言うんでしょ。そうなんですよ。花の色なんて関係ないみたいなことはいはい、そうです、そうです。で、終わったの。 いや別に学園にそういう人いないでしょ、黒人の子とかさ、そういう。そうなんですよ。みんな日本人の中で、うん、みんな大体デフテックのマイウェイぐらいしか知らないじゃないですか。うん、で、そうね、デフテックのパワーインダーミュージックでね。うん、デフテックの曲、な,なんか、急に歌,歌ったらいいんだよな、感想みたいなところで喧嘩して終わったな、こいつらみたいな感じで終わって。<laughs> なんでそこかって、大体じ持ち時間言われてるんでしょ んでバカすぎるんだろ、それ。その前、サビ終わりとかでしょ、だってそれ。はい。サビでありがとうでいいじゃん。そうなんですだからちょっと、当時頭おかしかったって、何も考えてやらったんですよね、本当に。それ終わった後どうすんの終わった後は、終わった後どんな感じになるの戻るじゃん。その、結果して、はぁって終わって、ありがとうございました、つって受けた受けないです。受けないの、それ。全く受けないです。 え、終わった後男友達とかにさ、いじられたりとかなんかなかったのえ、はい、サッカー部の先輩とかからは、なんであれとかって言われましたけど、うん、もうなんかざわざわして終わりましたね。<laughs> いや、それなかなかだな、それ。む <laughs> ちゃくちゃおもろいで、それで、ね。こんな感じでしたね。えー、いいなそんなエピソード欲しかった、俺も。<laughs> どっちのパートうーん、僕がシェン、シェンじゃない。マイクロだな。僕がマイクロですね。うん、やってましたね。懐かしいな。 俺、デフテック、でもデフテックさ、それ以外も結構好きで、なんだっけな、曲名覚えてないんだな、デフテックって。あの、フローが好きなんだよ、デフテックのあの、はいはい。コード感あるラップっていうか。うん。なんならちょっと影響受けてるだろうしね。自分のラップもそういう感じが多いから。うんうん、デフテック、あの、あれが好きですね、あのだけあの。ファーストテイクの時のマイウェイとかすごいよかったですね。あ、はいはいはい。うん。なんか、 デフテックも一回解散したりとか、喧嘩して、仲悪くなったりとかして。あ、そうだったんだ。そうなんですよ。で、それでまた復活して、いろいろあったんで、うん、なんかそういう、こう、いろいろあった、経験した後の、なんかマイウェイみたいな、うん。デフテックとモンキーマジックの曲って、どっちがどっちのだっけってなるときないありますね。でも、モンキーマジックはあの曲しか俺、大体出てこないですね。あの、アラン・ザ・ワールか感、ね、ああ。 アウテーシナークヒロンガンロンコのミチってやつだ。えそれでしたっけあ、俺、あの、一番最初っから歌っちゃった。アハハハ。あ、<laughs> そうします。それです。で、あの、ロボットみたいなやつがこんな、こんな、はいはいはい。あれが好きだ。ソーダはマグデーってやつえうまくないなのようにって多分これ、それだと思うよ。あ、あ<っ>そう、キャッチザ,ウェ,ッチザウェーブ。そう、キャッチザウェーブですあとね、なんだっけね。 ある今デフテックは、あの、あれ、マイウェイが売れすぎてるだけで、他もめっちゃいいのよ。うん。あの、キャッチドライブのアルバム良かったですね。うん、<の>たまに聞きますね。キックサカンクルーとリップスライムはもう青春だからな。そうですね。 アレオさんルカクシャドウがいいって聞いたんですかハマると思いますかって質問聞いてました。誰が言ったんですいや、できると思うけど。<laughs> シャドウがいいって聞いたんですが、<laughs> 街の噂になってんの。<laughs> いい街だな、それ。シャドウチー町。チェルシー町があるんだ。<laughs> <laughs> 奥さん、ルカクシャドウがいいらしいわよ <laughs> 最勇気の主題歌。はいはいはい。そうです。あったな。あのカトリックがやってた最勇気がコントのセット感が強すぎて見てられなかったんだよ。うん。 話題性だけでしたねあ、うんうん、あとななんかあるかる、うん、長谷部はミスチル聴いてスタジオに入るんで僕らも何聴いてグランド行くかそろそろ決めてい,いやあれ集団で決めてないでしょ長谷部のミスチルで <laughs> 長谷部がミスチル聴いてるだけで長谷部の聴いてる曲代表でみんなで聴こうってなってないでしょ あレオさん、まあちょっと野球じゃないですけど、うん。野球の選手ってバッターボックス入るときにテーマソング流れるじゃないですか。ああ、流れるね。あれ何にしますレオさんだったら。いや、ああの、自分が野球選手だったらはい。なんだろう。ああ、でも、あれ、いや、だった別にこだわりとかないもんな。そのとき、そんときに一番入場曲っぽい曲にするか。うん。あんまりなんかパリピな感じのやつやで、ね。なんか、あの、大谷翔平君の。はい。 あの演じてた曲、ラップアップだったっけなんかね、ちょうどいいテンションがあるんだよ。はいはいはい。日本の曲今だと何だろうな米ネズ師シとかするんじゃないああ、有吉さん好きですよね。うん、あれとかに、感電とかにするかもしれうん。え、ホンダがリップサイム、楽園ベイベー ホンダがね、あのー、うん、あれ、十年間歌,歌ってるの知ってるあっちの方の。あの、濡れたまんまで行っちゃう方の人たち知ら,知らないです。湘南乃風ですかそう、湘南乃風の方の十年間を秋田さんと一緒に歌ってるやつある。えー、名古屋のファン感謝祭で。見たことないですね。あ、そうなんだ。あ、ビーズね。はいはいはい。うん。あ、ちゃんとビーズっていうのをやるね。いや、何回かラ,あのラ,イライブ行ってるんで。あ、そうなのそうなんですよ。 かっこいいよね。かっこいいです。あの、うん、なんか何回か言ってるんですけど、やっぱ稲葉さんも、うまあ結構高齢、高齢って言ったらちょっと失礼ですけど、この後現役ですけど、うん、なんか一回すっごい当たりの日に行ったことがあって、うん、めちゃめちゃ調子よかったんですよ、喉の。<laughs> 調子悪い日あんの逆に。なんか、でも、あの、なんてですかね、その日が良すぎて、うん、あの、いつも聞いてるのかな、あれなんか。あれなんか 普段のって、やっぱその調子とかあるんだなって思ったんですけど、その時めちゃめちゃ調子良くて、もう歌い,、ま、歌いまくってってか,感か、うん、歌いまくってた自分のレポート、何からそのレポート、歌いまくってましたって。なんか、なんていうんですか、あのこう、鼻歌とかすごいめ混ぜながら、ノリノリで、でそれにあ僕、すごい印象的だったのが、僕の後ろの席に、あの、大悟と北川恵子がいたんですよ。え、うん。結婚発表する前だったんですけど。あ、そうなんだ。 イゴ、はい、もだすいノリノリで踊ってました。確かあ大ゴのファッション、稲葉さんっぽいもんね、確か言われてみて。言てますよね。やっぱ好き、うん、そうだなう絶対そうだね。それもうラブファントム、多分一番最初に買った CD だわね、俺。ああラブファントムいいっすね。ラブファントムさえ、さ俺、時々 YouTube とかで検索して見ちゃうもん、ラブファントム。はいはい。僕あの、コナンの映画とかすごい見るんですけど、うん、コナンの,そのエンディングで流れるじゃないですか。うん、リーズとか。まあ、暗記舞とかもありますけど。 ライブの方がうまいな。方がってむずいよね。うん、生歌よりライブの方がだもんね。普通ライブちょっと聞き取りにくくなったりするしな。はいはい。ライブの方がうまいな。あんまライブ行ったことないですけど、生き物係の大人の人とかうまいなと思いましたね。TOKIO、はい、の曲、あれが好きだわ。あの、あずきちゃん、あずきちゃんじゃないよ。あずきちゃんの何でもないわ違うあのあれが好きだ。<laughs> あの、 トキオのさ、だっけあの、君が,君が君が君が熱い恋をするならって、えー、世界で僕しかいあれ、これもあずきちゃんだったかな俺、あずきちゃん超好きだったんだよ。あずきちゃん、世代じゃないか。い世代じゃないですね。そう,そうなんですよ。まあ、なんかそれ、なんとなく知ってるんですけど。うん このテンションで好きな哲学で盛り上がれたらおもろく。<学>俺やっぱカントになっちゃうな、結局、みたいな。<laughs> フロイトですかいや,ーいやー、フロイト、いや、でも結局全部アリストテレスになるからな、みたいな。<laughs> <laughs> このテンションじゃ無理あ、玉木浩二のね、あれが好き、田園好きだわ。あ、田園ってあの、去年か一と年の紅白です,すっごい良かったですよね。あ、本当あの、なんかアレンジしすぎないやつじゃない 最近の玉木子じゃアレンジしすぎるからさ、戻ってこいって言う時ある。<laughs> 電話その歌い方の方じゃないよっていうその。ラブいや、立場にありがとう。<番>僕の世代アイドル、僕は全然浜だったですけど、モームスじゃないですか、ね。ああ、モームスですね。あ、うん、そうですね。誰好きみたいな話をしてたのはモームスですね。うん、僕は AKB だったかな。AKB。 あれ AKB のさ、あの古い本、大声大音頭が好きだったんですよ、曲として。あの大声大音頭、ミュージックビデオいいですよね。うん。大声大音頭はね、あれあれだよね、松井樹里奈が抜擢されたやつだよね。そうですね、当時。はい、あの時の松井樹里奈と、その後の、なんかこう、女王になった松井樹里奈の、顔のつく、はい、表情の作り方違くて、そう、なんか歴史の人物で言う、ちゃちゃとかこんな感じなんだろうな、みたいな。<laughs> もうおいちの娘で生まれた時と秀吉の側室になった時じゃもう顔の感じ違うみたいなはい、はい、整形とかじゃなくて<や>こうなんかこう女王になってる感じ好きだったなあの言い訳メイビーとかめっちゃ聞いてましたよはい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 、うん、あと涙サプライズとか、うん、あ乃木坂ねいやでもアイドル一つすごいよなあんなにたくさん歌覚えてさそれぞれに踊りがあってさ うん、でその上 MC までやってさあ争わされるんでしょどっちが人気ある <laughs> うまあでも乃木坂とかで言ったら選挙とかないんで、えーうん、ただなんかあのーうん、今日までは乃木坂46時間 TV っていうのを YouTube でやってて46時間放送してたんですけど、うん、なんかまあ世代がいるじゃないですか1期生2期生3期生4期生とかがあって、うん、で5期生が。 最近、まあ、お披露目されたんですよ、うん、で次の新しいシングルの曲のセンターはもういきなりご期生ですってなっちゃってご期生がまあセンターやるんですよ、うん、それでなんかちょっと荒れてて運営は何をしたいんだみたいなああまあそういうあれかもしれないしなそういうマーケティングの可能性あるよね、うん、いろいろ言わしてみたいな、ね、話題にはなるじゃないですか、うん、それでなんか荒れてましたね ダークサイド落ちた感じ。そうか、今日、ユナイテッドあたりしかあるんだ。あ、そうだな。忘れてたわいや。カラオケの話してたいな。<る>ね、<laughs> 雑談会あるなら、昔の帰宅サッカー部の時のような視聴者投稿型コーナーあると盛り上がると思います。コーナーナねコーナーね、どんなコーナーだったらみんなあれだろうね。 やっぱあれじゃないですか、あの、懐かしい選手行ったもん勝ち選手権。行 <laughs> ったもん勝ち選手権。<laughs> これでリバフルのやつやってあれ楽しかったけどね。あれやりたいですね、コメントとかで。うん、まあ、その、その最優秀、うん、なん,うんですか、懐かしい人に、なんか、うん、なんか、なんかしたいですけど、うんうん、あそこがちょっとなんかいろいろ。 とか、あと、あれかな伊集院さんのラジオみたいにカルタみたいな。バロテンリカルタみたいな。<laughs> バロテンリカルタ。だ例えば、伊集院さんのカルタでやってるんなら、はい、なんか、クリス・ペプラーカルタとかで、クリス・ペプラーが言いそうなことで、あいう上から言っとく、ね。ああ、なるほど。バロテンリがやり,やりそうなこと、カルタで。はいはい。そうそうそう。だから、子だと、あの後輩にダーつなげるみたいなやつあんじゃん。はいはい。の、あからやっていくみたいです。<laughs> <laughs> あ、いいっすね、それ。面白いそれなんか、懐かしい選手権できないですかね。 そうだけどこれねなかなかねあの,このコーナーってむずくて、はい、そういいのが来なかったら移動するっていう件のやつがね、うん、みんなにプレッシャーかける感じになっちゃうけど。うんうん、やったんすよ。あとこういう生放送でやるのやっぱ難しいですねそのさばくっていうか。またねまあ餃子学園 TV のがもっと人気になってあれだけどさあの、はい、例えば生 YouTube ですだから。 リアルタイム分析でもそうだけどさ、はい、試合がちょっとあのなんかこう、緩んじゃったというか、話すことないときに、はいはい、そういう流れになって、うん、チャットでばーってみんな書き込んでくれて、そこからおもろいの読むみたいな感じの方うが、あ<ー>誰も損しない感じっていうか、こうその間おも面白かったっすよ、あの、なんかりょ料理のやつ。あ、料理のやつね、録音がおにぎりでしょ。はい、そうです、あの、久保のクッキーが優勝です <laughs>。あれ最高だったね。うん、<laughs> ああいう感じっすよね。そうそうそう。 見ですこんばんは。野球ファンでサッカーを見始めた初心者です。イニエスタ選手のプレーを見てかっけーと思い、現在は選手同士の連動性を見て、その美しさにハマっています。サッカーって美しいですね。これからもいろいろな動画を見て勉強します。いいじゃない。い <laughs> いいじゃない <laughs> 確かにイニエスタのプレー、美しいもんな。うん 普通のこと普通にやるってむずいよな。イニエスタとかカンテとか戻りきびてると、そうだよね、そこにパス出すよね、みたいな。まあ今日のイニエスタの1個を出したスルーパさんもう想像の2個上ぐらい言ってたけど、うん。そこ通せたみたいだね。一回本当にイニエスタの中に入ってみたいですね、本当。うん 視界ジャックして、こう、イニエスタの視野というか。うん。そしたら、あれで、で脳みそ、自分だから、あんまりいいパス出せないと終わる。<laughs> 普通に精度は高いから、ミスはしてないんだけど、なんか、今日のイニエスタなんか、平凡なブレードは。発想がないから、こっちに。<laughs> いや、あれさ、あの、なんか、ななんですか、こう、憑依するんです。憑依っていうか、うん、動作しなくて、うん、ただ、あの。 追,追体験したいんですよ、こう。VR でいけるってことねはいはい。それはわかるよ。でも、脳外イニエスタと、<laughs> 俺そっち出してないのにみたいな <laughs> なんでそっち出ちゃったんだろうみたいな。あ、そっか、目だけか。みたいな。<laughs> でも、見るところはイニエスタが見てなきゃできないじゃん、それ。そうですね。でてと、お、そっちじゃない、そっちじゃない、あ、でもいいプレイしてるみたいな。<laughs> 不思議な体験になりそう難しいな。えー、っと、核サッカーニュースとかどうですか サッカーニュースあ,あれかだから今年起こりそうなサッカーニュースみたいな。うんうん、いこれさもうだからコーナーの難しさなんだけどそれでもねもうほんとみん,みんなが頑張ってくれあれだけどもう前はさ半分以上俺考えてたのよ。はい、もう言っちゃうけど。けどうん、その時代にもう戻りたくないよ俺はもうしんどいから。<laughs> うん、<laughs> 自分が考えたことを頑張って喋るみたいな「来ましたね」っ、はい、つって。 え買い歌とかも作作っっててたたんでい歌なんか8割ぐらい俺での<え>こ,こ,こういうとこに名前出てるディマリアくんとかいうのでこう普段こういうコメントないけど「はい、買い歌だけ投稿してきたな」みたいな人はほとんど俺であそうなんですねうんそうそうそういや大変ですよねそうそうだからすげえもうだからあのラジオの収録の1時間前とか まあ、もっとからなんかこうはやってる歌とか自分歌える歌でどうもじったらいいかとかそしたら気づいたらすげえ時間経ってんで、ね、いやこの時間試合見たいわとか<ぁ> <laughs> そういう<ぁ>バイトできるわとかそんんな感じだっったたあれレオさん書かてたって,ってきます、ね、いそうなるとさもうこれからこれやりますってなってよっしゃっつって最初盛り上がってみんなしてくれるじゃんだけど<ぁ>その商品も送んなきゃとかあるし。 うん、あんま来てないときに、じゃあこれ、尻すぼんだ感じにならないように頑張ろうっ,つってさ、はい、俺と菅原く君の地獄の日々が始まっちゃうから、<laughs> うかつにできない、これは。そうすね、で俺、だから伊集院さんもあれ絶対自分で考えてると思ってる、半分が。あ<ー>なんでかっていうと、伊集院さん、ラジオの7時間、8時間前に現場におかしくない深夜のラジオ。やばいっすね。で、ネタ選びしてるってって、絶対あれ、ネタ作りしてるんだよ。あそうそう、ね。うん。あ,のあれだけどね、あの、 営業妨害みたいなこと言うけど、うん、その覚悟がみんなにあるのかい <laughs> <laughs> 送り続ける覚悟が <laughs> いやなんかフットボールワイドショーもよ,よくなんかあんなつなげてたなって本当に思いますね <laughs> あれはまあ <laughs> 篠原さんのおかげあるしなうん まあ,あれは普通に投稿から選んでましたけど、うん、やっぱあれをつなげて番組にするってすごい難しいことだなって。うん、あれも1時間前ぐらいから選んで、タブすげえ数になって、はいはい、この順番で言ってったらおもろくなるかなとか。うん、で、これは一応保険で取っといてみたいな。はいはいはい。だけど普通にダラダラ1人で生配信してる方が数字いくからもうわけわかんない。そ, <laughs> そうそう,そうだからなんか準備と結果関係ないって言いますうん、あとなんか企画ものにした瞬間なんか見なくなる人いませんあるあるある。 結局、自分が当事者じゃなくなるからね、うん、あのこういう生配信の方がこうがみんなのコメント見ながら、それで影響出てて、プレイヤー感覚というか、俺、それさ、芸人の頃気づいて芸人辞める直前にやってたライブが、エブリバディっていうタイトルで、はい、普通、ライブってお客さん来て、それにネタ見せて終わりじゃん。はいあのー、客席、円形にして、はい、お客さんと一緒にコーナーやるってライブしたの。はいはいはい だ芸人がやるゲームコーナーでお客さんには負担かからないようにだ芸人に無茶振りできたりとかそシステムとしてみたいなのやってすげえ、はい、っていうかなんか普通に地下ライブでは全然人入るみたいな感じだったんだけど、はい、でもまああれってそういう今の時代表してたんだって今思うと思う自分的には別のライブとの <laughs> 差別化しようとしただけなんだけど、うん、今生配信とかいろんな人がやってるのもそういうことじゃん、うん、シーマンみたいなははい、はいゲームのうん サッカーのチャンネルで言うとデイビッド・シンマン出てくるけど。<laughs> そうなんですね。だからこうやってコメントしてそれにリアクション取っていく方がやっぱ見てる側も面白いし、うん。うん。相互やり取りができるんで。そうそうそう。ラジオ番組自体が作品ってことがああ、そうだと思いますよ、伊集院さんに関しては。ああ、なるほど。だからあれ、それが俺確信に変わったのが、 はい、前の週でトークで盛り上がってたことを次の週ではがきの投稿で来てたりとか、その週に来てたりとかするの。はいはい。スピード感ありすぎるじゃん、それ。はい。それ絶対、伊集院さん自体が今面白いと思ってることがネタに出ちゃってるんだよ。なるほど。で、作家のこと一緒に話し合いながら考えて、あの、やってんだよ、絶対。うん、俺、伊集院さんと別に絡みないからこんな言っちゃうけど、全部予想。そうですよね。まあ、作、作家がいてというか。うん。 うん、なんか『焦点』のあれも放送サッカーいるんでしたっけあもういるんじゃないそうですよ。なんかお題がある程度決まっててみたいな。そうそうそう。あ有名ですよね、それもなんか。サッカー主催的にはこの連動がすごい,みたいな。だから、映像を使えたらなそうですね、うん。もうバチバチ映像を使って訴えられてみる。<laughs> <laughs> いやなんか画面小さくして、引っかかないようにして。<laughs> 原君いるな。こんばんは。あ、久々の川原君。確かに今は何でも参加型が人気になったりしてますね。そうですね。タブの数えぐかったでしょ。そうあれ大変だったな。すごいですよね。30タブぐらいいましたね。そう。<分>で、間違えて消しちゃったりすんのよ。はいはいはい。スいからタブが。うん。間違って罰押しちゃいますよね。そ,れそうそうそう。そうですよね。 焦点アドリブなないとかか言うよねあなんかメンバー感をいじるのはアドリブだったりとかするんですけど、うん、基本的なそのアンサーみたいなのはもう決まってるみたいなじゃなかったらね番組にもなんないみたいあるだろうしねうんそうっすよねうんバートさんと決めてた「動物ベストイレブン」に唯一人間として選ばれてたイエス覚えててくれるのすごいね 動物ベストイレブンやってたな、サイドバックはカバカかなとかいう話で、ね。<laughs> やってましたね。うん。ベストイレブンなんかだで。ちょいちょい電波少年みたいな。<laughs> グランプスの。落合博光トークとかやっしたしお落合さん、<あ>僕が詳しくないんですよね。 あ落合さんに関してはな、もう、も野球界のおしむさんみたいなイメージあんだ。うん。あ、菊久主師匠はほとんどセリフを覚えてることはないらしい。ああ、そう、それもありましたね、なんか。うん。覚えられないみたいな。口切り、宇治原さん知らないないや、だから、まあ、本当に参加型にも、 うん、参加型というか、そういう参加型の形式のいい感じのコーナーがあれば、ちょっと。ね、こういうチャットでこの、この感じでやっていけるやつだったらね。そうですね。いやでもあ、ね、れライブ感あるからな、試合見ててね、この流れでみんなに大喜利やらせられるな、みたいなとかね。うん。i アップロードだけはしない。あ、きつねが2匹さんって結構よ,よくコメントくれる人だな。あ、そうなんだ。ありがたいです。 やっぱなんかよく仮面コメントくれる人、覚えますね。うん。うんありがたい、本当に。川崎、4失点しましたが、気になる点はありますかいや、気になる点。あ、でもあれだね、ビルドアップ、サイドバックが張ったまんまのやつはずっと気になりますね。<ー>サイドバックは運動量的に馬だなとか言ってましたよ。<laughs> ペロンチーノってどのチームにするイタリアの中堅クラブとかい下かだよね。ペロンチーノはどこだろうペペでしょう ?J リーグの野球でいう、フトバンクホークスみたいな育成がすごいチームってありますか <laughs> ?J リーグの育成すごいとこって、え川崎とかってそうじゃないのあもう川崎ですよね。大体まあ戻ってくるイメージありますし。うん 川崎のアカデミーから一、まあ、回大学行くパターンとか、まあ三笘とかそうですけど、うん、大学行って、で、戻ってくるみたいな、出戻りかなまあ川崎ですかね。うん。うん。前よりもさ、なんか J リーグ、やっぱダゾンで見られる、ダゾンが普及したからかな。前よりも J リーグやった時に生配信いっぱい来てくれる、はい、俺、俺自体のあるところではないと、どうなんだろう、うん、それだったら嬉しいけど。 夜も J リーグやった時のなんか一緒に見てる人が多いというか。はははいはい、はい、いやあれむずいよね、そのなんかさ、これ、もう人のキャラなんだけど、はいあの俺、ちゃんとしたコメントばっか読むじゃん、ちゃんと。ちゃんとしたコメントか、はい、ボケてるコメントか、で、うん、なんかこう、ウェイみたいな、まあ、ウェイみたいなコメントだったらいいんだけど、はい、こう。 見てる人ほどチャットは別に多くないの、ね、よ、俺のやつって。うんうん、だから、敷居高いというか、変なこと言ったら、つまん、さ <laughs> らし上げられるみたいな、なんか、<laughs> むずいよな、あれだからもう、できるだけ、もう、いや、そうじゃないよっていうやつは読まないようにしてんだけど、それともなんかそういう感じあるんだろうなとか思った、ねはい。でも、コメントされすぎちゃうと、流れちゃうじゃないですか。うん、あれも大変ですよね。 だから代表戦だと <laughs> 代表選だと逆に今いる人たちみんないなくなるから、うん、そうそうもうなんかこう今日はあの違う店になるみたいなさ。ははい、はいらしいよねなんかそういうこれだからあのあれあの人が言ったら上岡龍太郎さんが言ってたんだよさんまちゃんとか鶴瓶、はい、ちゃんとか出てきて、はい、あのテレビは友達を映すものというか。はい<の> 二度整然ととか、そういう論理的とかいう会話はいらなくなったから、自分は引退しますみたいな。うん。だから、そっちの方にシフトをすればいいじゃんって思うかもしれないけど、それってできないんだよね。脳みそがもう、そういう才能だからさ。はい。合わせることもできないうん。初めてコメントします。芸人さんをサッカー選手に例えるシリーズやってほしいです。はい、芸人さんか。 俺が元芸人じゃなかったらもっとそういうのやってるだろうけどね。まあ、あとその日になんか、ね、あのー、気持ちが乗ってるかみたいなのもあるよね。うん。そうですね。まあ流れもありますよね、その、配信中の、うん。そうそう、配信中の流れもあるよね。長文コメントが多い中に短いコメントすると結構読まれる。ああ、拾いやすいんですかね、確かに。ソフトバンクは育成がすごいというよりは宝くじ買う感じ。えー どこまで育成っていうかってもあるよね。だって川崎だって大学生取ってきたのもあれ、育成って言っていいのかみたいなところもあるでしょ。うんうん、で、ユースから叩き上げですげえいい選手いっぱい出てるみたいなのってあんの川崎って。俺はあんま詳しくないけど。ユースから俺がもう注目しだ出すときってさ、はい、もう J ではもう当然注目されてるみたいなレベルになってるから。はいはいはい。 俺結構どこ校出身とか全然知らないからさあでも難しいっすよねその高校の前にユース入ってたりとかするパターンもあるんでだからどこで育ったかって言ったら難しいところがありますよね、うん、なんか武者,武者修行的にアカデミーから高校をあえて行って、うん、大学とかもしっかりですけど、うん、そのパターンもあるしさすがになんかその高校せめて高校ぐらいじゃないですか大野って。うん それ以前とかなるととやっぱ難しいですねあと育てたんかそれこそさ昔できないプレーができるようになったなってこうシュワボの選手とかでも見てて思うじゃん。はいはい、だけど俺のおかげでもねえようなって思う時もあるから <laughs> 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 それのパターンがさ例えばこれがさ、はい、まあ例えばシュワボからプロ選手出ましたっつって「エオザフットボールが育てた」って言って、うん、例えば言われたすんじゃん。 はい、俺は、いや、あいつ、普通に自分で努力できるやつだったから、俺のおかげってわけじゃないよと思って。うん、でも、世間は、そう言ってくれるとするじゃん、例えば、ね、レオドトウルが。はいはい。したら、もう何も言わずに黙っとくよ。<laughs> <laughs> なんかこう、目して語らずみたいな。<laughs> 背中いい否定も肯定もせず、渡し <laughs>、うん、とくみたいなとこある。あ、田中碧とか、あ、板倉ね。はいはい。板倉、三好、三笘、久保、田中碧。久保 まあ、あの入ってるからね、あの、向こう行く前に。ああ、そっか。だけど、久保もちょっと怪しいでしょ。なんか、一旦入ってたぐらいな感じですね。そうですね。うん。まあ、そうですね。だから今、今の代表の中心メンバーに、中心メンバーでもないか。だから、川崎は確かに多いですね。川崎、悪いことは全然ないけど、ううのこの育てた基準ってむずいよね。 うん、育てた基準むずいなだからそこを通ってるかどうかみたいな簡単なんで線引きでいいのはもねうね松木はユースだったらプロデビューもっと早かったんだろうなと思うえでも高校ででしょあまあそのあれか高校中にも出てるみたいなことかはいはいはいで正直早さってほとんど意味ないよねうんどうなんですか、ね、記録うんそのなんか長い活躍っていうかさ別に十何歳で出てきた選手ばっかりが一番上にいるわけじゃないじゃん、はい そうですね。まあ、昔で言うと森本とかいましたけど。そう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 。山とかさ。うん。そうですね。まあ、息が、息が長く続くか,かって言われたら、まあ、そうでもないですし。調子乗っちゃうとかあるだろうしな。うん。なんか最近で言うと大,大卒の方が活躍してるイメージがどっちかっていうとあって。うん。うん。難しいですね。まあ、あれは人間なら乗るもんは乗っちゃうしな。うん、そこでね、だって、 学生時代若い頃からさいろんなチームが自分とこ来てくれ来てくれってさ親から先生からみんな自分がいるおかげでさこうはもてはやされるわけじゃん、はい、ってなるとじみんなそのスカウトとかにこう持ち上げられてる人とかがさその十、うんえー、何歳の子のおかげだっ,てだったらみんなその子にさあの甘やかすようになるからさ、うん、結果人が育たずに努力できる素養が育たずみたいなあるだろうしね、うん 言うスなあ、まあ、宇さみとかは、いい例なんですかね、どっちかというと。うん。うん。まあ、海外、映えるんだ、どっちかというと失敗しましたけど。でもね、ジェイリーガーって枠組みで考えたら、うさみって成功じゃん、だって頑張って今もスタメンだしさ。うん。だ日本人に対するハードル高くなってるってあるよね、それで言うと。 うん、そうですね。だって、カズさんだってさ、別にセリア行って成功とかしてないじゃん。だけども、もうレジェンド中のレジェンドみたいな感じじゃん。うん、今、同じ経歴たどったら、多分さ、もっといくと思ってたのになって言われるでしょ。うん、日本人に対するその、ね、ハードルが上がってるってのはあるだろうね。うん、あ野球の真中さん、コーチで育てたっていうことを育ててないって言ってました。そうだよね あクーマンはペドリ2個ガビを見いだしたって今後20年言い続けるって小澤さんにいじられてましたね <laughs> <laughs> 自分で言ってんだ、クーマン。そうなのあい言い続ける、あいあ言ってんのかな、どうなんだろうなあ。でも自分で言いそうだなね、あいつ。苦労してきた選手の方が活躍してる印象あります、岡崎とか。うん、うん モドリッチがあの年齢でバロンドレベルの実力なのを見ると、久保君や冨安を長い目で見れるようになりました。そうですね久保に関しては、常に挑戦する環境に置き続けたのが大きいかもね。もうあの、もう今の自分よりもレベル高いところにどんどん送り込まれてる感じね。うん、でもそこにも、まあ、どんどん適応していくっていうかさ、盲学感じっていうかさ。ね うん、満足しようがない環境にずっといるっていう、うん、ここなら俺王様ってとこにいないからさあっ上田生って中退なのかああ、そうなんですねそっかなんか明刊に法制大ってちゃんと書いてたから卒業したんだと思ってました、ね、でも法制であの方針に剣道取り方とか教えなきゃいけないからっつって。 本来、うんね、鹿島に加入するよりもちょっと時間かかってる。そうそうな。考え方のレベルが本当指導者みたいな感じだったよ。おしっくりしてるな。逆にバルベルではファティのこと言わなそう、それね。<ー>ファティの方がそうだってファティだって2回級アップぐらいさせてんだもん。はい,は,いはい。あの時リキプッチの方が上のカテゴリーいて、はい、プッチ使え、プッチ使えって言われてて、<ー>でもまあ俺とか見てて、やリキプッチ厳しいよって話してて。<ー>うん そしたら、ファティは2階級ぐらい上げて使って、よくて、みたいな。うん、だから、その後、バルベーで若さをわないって言って、いや、いい選手は使うんだってって。うん。だからバルベーで今やってたら使ってるよね。うん。バルベーでの時は、ペドリとかガビとかニコとか、こんな出てきてないもん。はいはいはい。ラキティッチとかいろいろいたしそうですね。まあ、メンバーで言うと、どっちかというと悪かったですもんね。うん。うん。まあ、若手のね、うん、話で言うと。はい。 若くから注目されて、ここまで順調に来てるの久保ぐらいじゃないですか。まあ年とはあれだな、だ中田とかはまだあれだったんじゃないね。ペルージャ行って、ーローマ行って、パルマ行って、まあボローニャでちょっと復活してみたいな感じだったよね。うん。とか、俊介もそうか。はいはいはい。あと、俊介はあれか、まあ、どういう順調かっていうと、あれだもんな、ワールドカップとか、最初落とされたりしたもん、ね、あそうっすね。まあちょっと体調不良とかあったりとか。 頭いい。あと、ノワケガか。はいはい。まあ、エスパニョールとかでも、しゅんすが失敗したし。うん。うん。アーセナルがジャン・フェリックス獲得に興味を示していると記事が出ていましたが、うん、今のアーセナルに合うと思いますかシャドウとかにして、上でゴールボランチにでもコンバートするのかなと思って記事見てました。え、ね、まあ、ゼロトップとかやってみたら、なくはないかもしれないけどね。ジャン・フェリックスってセカンドストライカーだからね。はい。 ジョアン・フェリックスとか、チェルシーとかの方が合うんですかねジョアン・フェリックス、どこが合うんだろうな。でも、せかく4411のワントップ下やらせてもらうとはいいけどね。うん。あんまないっすよね。普通に、だからアトレシコがセンターバック取って4411やれるようになって、はい、セカンドトップに使うのが一番いい,んいうん。まあでも、グリーズマンとジョアン・フェリックス両方使うんだったらジョアン・フェリックス、サイドハーフとかだけど、まあ、いずれにしろ、今なんか、 定期的に出番もらえてないみたいなところの方が感じるけど加、ねはい、入当初より全然いいけどね。うん。うん、そう、戻りリである遺跡1年目、酷評されてたもんな。ああ、そっか。そうでしたね。そっか、まさかここまでなるとは確かにそうですね。うん、そんな感じがね。うん。うん 結構長くなったけど、こんなもんかな、今日。はい。またやる。かよかったです。ありがとうございました。うん、で、まあ、ちょっと今回、あの告知もありまして、うん、えっと、2月24日、もう明日ですね、うん、まあ、もうすぐ日付変わりますけども、木曜日夜21時から、うん、あちょっと画面拒否します。今日こちらの告知がありまして、こちら、宮沢学園の授業ゲストをお招きしたイベントを行います。はい。今回のゲストは、ノーミルク佐藤さんうん。 ユーチューブ、あの、ミルクサッカーアカデミーでもおなじみの、の、うん、ミルク佐藤さんをお呼びして、まあ、どうなる 2022J リーグ展望と題しまして、マル、うん、さんと対談という形で、イベントを行いますので、うん、ぜひ、興味がある方、はい。感まあ、例えば学園生になっていただいてもいいですし、うん、一般会員としてもご覧いただけますので、うん、興味がある方が、概要欄にリンク貼りましたので、そちらを確認していただいて、 ぜひ参加していただけたらなと思っております。あと、どのくらいこう、なんかサッカーやるのにも興味あるかっていう人見てるかあれだけど、一応、シュアーボのこの間延期になったセレクションもね、やるから、今、入りましたからよかったですね。うう3月12日、はい。こちらもま覗くだけでもって感じですかね。はい。そちらもよろしくお願いします。うん、はい。というわけで、本日のライブ配信はこんな感じですかね。そうだね。まあ、明日はまた普通にサッカーとオクラム配信やりますし、 はい、これも不定期でまたやっていきましょう。そうですね。うん、また楽しい話していきたいと思います。うんうん、ありがとう。というわけで。